朝屋百貨店は1934年から1964年まで群馬県前橋市にあった日本の百貨店である。1936年発行前橋観光案内に掲載された広告1934年に手塚鎌五郎が朝屋百貨店として群馬県前橋市千代田町に群馬県で初の百貨店を開業したのが始まりである。当時流行した。 アールデコ様式を取り入れた建築や屋上の観覧車を持ち、第二次世界大戦前は近隣に大型百貨店が少なかったこともあり、流行の品揃えを求めて県内外から買い物客を集め、前橋市の繁華街の賑わいの中心となっていた。1945年8月5日の前橋空襲でも焼け残り、戦後復興を目指す市民に勇気を与えたが、 1964年に三越と提携して、地元在界が全3百貨店を開いたため同年閉店し、百貨店としての歴史を閉じた。百貨店閉店後は、医療品店などのテナントを集めて営業を続け、その後前橋市にぎわい観光家やザスパック冊のオフィシャルグッズ販売店ザスパーク、前橋などが入居したり、 地元アーティストによるイベントや市民の会合などに用いられた。建物は1933年11月に重要文化財の東本願寺箱ツ別院等を手掛けた木田康造の率いた木田組の思向で竣工した鉄筋コンクリート作り地上3階、地下1階、延べ床面積約1324平方メートル。アールデコ様式を取り入れたテラコッタの装飾と、 タイル張りの外壁を持ち、関数字の九を丸で囲んだ供養の門が施されていた。2007年5月に、朝屋四代目、社長、手塚道夫が図書館や古書などで調査した結果をもとに、旧朝屋五服店として登録有形文化財となった。しかし、2009年夏に、その手塚道夫がパーキンソン病と診断され、後継者もテナントもいないことから、 2010年8月から、前橋市に相談を持ちかけ、市に建物を寄贈して、保存を図るよう何度も働きかけたが、2010年11月20日には、当時の前橋市長、高木正雄に100ページを超える関連資料とともに、保存の要望書を提出するなどしたが、改修工事費用が最低3億円かかるとして、建物の解体を求められ、2010年12月の、 市長との会談の結果、解体して、跡地を前橋市が買収する契約を2010年12月2日に締結した。この解体決定の時点でも跡地利用の計画はなく、跡地の利用法も決まっていない段階で、なぜ工事を始める必要があったのか。商店街の店主たちにも残念がある声は多い。市が資金を貸して保存するべきだったのではないかと批判され、 2010年12月8日に、前橋市の市民団体、前橋の平和資料館設立を目指す会が保存の請願書を提出し、2011年1月には文化財保存全国協議会と日本建築家協会関東甲信越支部の保存問題委員会が、前橋市長宛てで保存の要望書を提出したが受け入れられず、2011年1月17日から、 始まった工事で解体されてしまった。解体開始後の2011年2月7日に、朝や跡地を含む八番外区の再開発を公共事業として取り組むことを発表し、2011年4月から基本構想検討委員会を設置して構想を策定すると発表した。ありがとうございます。